ごめんなさい、たびたび。枠が途切れたので、もう一回コラボとつまちやり直します。2013年、あ、じゃ、じゃ、じゃ、2018年3月の12日、朝の6時20分です。よろしくお願いします。アイテムありがとう。やっぱ不具合多いね、コラボ枠はね。コラボ枠は不具合多い。はい、肉まんありがとう。アイテムありがとう。あ、ゆうさんもう一回上がります？大丈夫ですか？なんか病院の下りでダメになっちゃいましたね。コラボ放送で電波が悪くなっちゃって。大丈夫ですよ。一人一人、順番待ちでコラボ上げてくんで、もしよかったら上がってきてください、皆さん。おはよう、ブラックサンダーさん。おはようございます。おはよう。みんなおはよあ、すいません、先ほどは。う。あ、大丈夫あ、です大丈夫よ。ですか。僕の方ですかね、悪かったのは。いや、多分、あれですね。フワッチの不具合ですフね。ラッチの、フラッチのせいか。はい。病院来たんですよ。で、定期検診で1ヶ月に1回来るんですけど、はい。で、採血を取りましたら、はいはい。先生に呼ばれまして、うん。血糖値が400あると。おお。血糖値って100前後なんですよね。それは400あると。で、すぐ入院しなさいということで入院したんですけれども、ああ、糖尿病っすか？要は。そうですね。そこまではまだ行ってないんですよ。まだ回復する見込みがあるので。ああ、なるほど。手前だったんですね。そうですね。まだ今のところはね、落ち着くまでは注射打ってるんですけれども、インスリンを。それまでは平気だと思うんですけど、はい。良くなるといいですね。そうですね。何を落としたんだっけな、忘れちゃったな。飛んじゃったな。大丈夫ですよ。ゆっくりで。はい。400あって、いや、そうだ。注射を毎日しなきゃいけないというのはちょっと辛くてですね。ああ、辛いっすよね。辛いです。まあ、痛くはないですけどね、あんまりね。痛みはそれほどないんですけど、これがね、なかなか辛いものがありまして。もしこれからね、ずっとこのままやっていかなきゃいけないなっていうことになったときに、これはちょっと辛いものがあるなと、頑張っていかなきゃいけないなっていう、そうっすね。こう、そうですね、その宣言をここでしようかなと。まあ、いいっすね。もしくは戻らなくてもね、薬を打って頑張って生きていきますので、はい、よ頑ろ張りしくましお願ょいします。う。また枠の方でよろしくお願いします。ぜひぜひ、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼し失礼ます。します。いいっすね。はい、みんないらっしゃい。楽しんでって。おはよう。次の方いきます。はじめまして、和道です。どうも、はじめまして。はい、よろしくお願いします。和道です。よろしくお願いします。ですね、今回は、なんでもとつまちの方ですよね。ちょっと和道さんの方に、質問をだけかけてみたいなって思ってるんですけおど、お、ぜひぜひ。多様性のある社会について、和道さんはどんなふうに思っているのかなと思って、多様性、ほうほうほう。
多様性のある社会についてどう思ってるのか、前提条件として今多様性があるって考えてらっしゃるんですか、ないって考えてるんですか、節男さんは。僕はまあ、まあ相対的なことになってくるとは思うんですけどね、あの世界と比べてどうかっていう感じになるとは思うんですけど、ほうほうほう、まあ、アメリカと比べたらまあ多様性っていうのはね、うん、あの日本っていうのはないかなとは思うんですけど、はい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 、はい、まあそれも他のどこかのね、うん、国と比べて日本が多様性があるかないかっていうのはまた議論する余地はあることとは思うんですけど、うんうんうん、まあどうなんですかね、僕はまあ多様性があるかないかで言えば、うん、どちらかで言えば ないことにはなるかなとは思いますけど、日本っていうか、あ、日本が諸外国と比べたときに多様性の少ない国だっていうお考えなんですね。僕はそう、まあ、どちらかといえばっていう話ですけど、うん、そうなりますね、うんうん、じゃあ大体わかりました、あの答えていきますね。もともと人間が動物だった頃っていうのって僕は多様性の塊だったと思っているんですよ、はい、で、国が生まれるとかその社会が生まれる、要は人間がつるむっていうことは多様性の拒否だというふうに考えてるんですよ、はい、でそこからアメリカっていうのは脱した国だっていう判断なんですね。要はその人権っていうものをもう一回勝ち取るために戦争まで起こした国だっていうふうに考えてるんで、でそういった意味では日本っていうのは多様性をその受け入れる社会構造ではもともとないっていうふうに考えてますね。で多様性がある国の方がいいなとは思いますけど、個人的には日本というのはやっぱり多様性ないと思ってますよ、はい、僕は。ああ、うん、まあそこであのねちょっとあのまあ多様性っていうことを一つ、文字にして聞いてみればちょっとあの理想的なイメージっていうのが割と誰もが浮かぶんかなと思うんですけど、うん、まあその現実的な問題としてなんですけどね、まあ例えばまあ LGBT とか LGBT 問題、はい、そうですね、多様性の一つとして考えられると思うんですけど、うん、あのまあ例えばそうですね、うん、いわゆるまあマイノリティの方々に声を、マイノリティの方々の声に耳を傾けるっていう、うん、まあそういう、うん、ところにまあ多様性のある社会っていうのがつながってるのかなとは思うんですけど、うん、まあ一方でやはりね、あの、うん、例えば LGBT っていうのを生理的に受け付けられない人々っていうのもいますね。うん、やっぱりそれはまあ現実問題として、存在してるっていうのがあると思うんですよ。まあ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 、はい。で、そこでやっぱり相反するものがね、うん、生じてくる。うん、っていうか日本人で村八部文化だと思って、異物を排除するというか、うん、マイノリティを排除するっていう文化だと思ってるんですよ、もともとが。うん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 、だからその外国人が急にね、今入ってきた段階で外国人、要はマイノリティをこう追い出そうってする国民性だと思ってますね。そこでやはりね、あの例えばじゃあその多様性のある社会って言えばね、うん、僕その多様性の前提となってる条件なんですけど、僕はアメリカでホームステイしたことがあるんですよ。はいはい。でその時の体現がまさにその日本人が思ってる自由ってフリーダムのことを指すんですよ。はい。何からも束縛されないっていうか。でもあのアメリカ人ってあのまあ1ドルコインとか書いてあるんですけど、リバティって書いてあるんですよ。はい。で彼らの言う自由っていうのはリバティのことで、勝ち取るものとかそのなんて言えばいいのかな、責任をすごく重要視する社会だっていうことに気づいたんですね。で日本人が言ってる自由っていうのは、はい、なんていうのかな、その誰からも邪魔されないとか気楽にやるみたいな自由だと思って、僕はそんなフリーダム、まあ多様性の中に自由っていう概念はすごく重要なんですけど、 LGBT の問題一つでしても彼らはすごく運動をするんですよ、声高に叫ぶんですよ、はい、で責任を取るんですよ、はい、
彼らが言ってるその多様性を勝ち取っていく文化と、日本人が解放されたいとか束縛されたくないって言ってる意味合いは全然違うと思います。だから日本人的な自由っていうのが僕は多様性だとは思わないですね。僕はなんかその多様性っていう一つ聞くと、なんというかな、いろんなことに寛容性があるっていうふうに、なんかイメージとしては浮かんでしまうんですけどね。僕は実は、すごい逆に多様性のある社会がすごい窮屈さを生むんじゃないかなっていう不安っていうのもあるんですよ。ああ、すごくいいご指摘ですね。それ中国人見るとわかるんですけど、中国人ってすごく自由を勝ち取るために彼らすっごい運動したりとか、すっごい自己主張するじゃないですか。だから日本人ぐらい自由な社会を見た時に窮屈だって感じるらしいですよ。日本ほど自由な国ないのにって中国人から見たら。でも日本人は何か見えないルールに縛られてるみたいで。で、向こうの国の人は、政府にめちゃめちゃ縛られて自由がないはずなのに、私たちの方が自由だっていうらしいですよ。だからその心の問題というか、僕はその社会とかの変革が必要だっていうふうに考えるよりも、もっと内面的な教育の部分であったりとか、心のありようとかに、その多様性だったり自由っていう概念があるんじゃないかっていうふうに僕は考えます。つまり気質として、その何て言うんだろう、自由っていうのが向いてないっていう。それはあるでしょうね。ただその気質としてでは、自由というものが向いてないという人とはやっぱ一定数いると思うんですよね。で、どう、たと、えー、例えばじゃあ多様性のある社会に、適応しにくい人間っていうのも、いてるとは思うんですよ。多様性ない社会じゃないですか、もともと。日本多は。様性、そうですね。だから、その多様性がある社会に適応しづらい人間っていうのは誰のことを指すんですか？例えば、だからまあ、今が多様性のない日本だとするならば、そこから変革して多様性のある社会、例えば LGBT であったり、民族問題ですよね。いろんな、例えば、あ、OK です。アじゃあメリそカのの質よう問にに答ね。えますね。その質問に答えます。多様性ある社会を勝ち取らないと思います、日本人は。まだまだ先だと思ってます。要はそのための運動っていうのを何一つやってないんで、日本人っていうのは。だから無理ですね、簡単に言ったら。まだ現段階ではその手前の段階にも来てないっていうか。だから多様性は勝ち取らないといけないって本当はアメリカ人とか考えていて、政治運動とか、活動とかやるじゃないですか、デモとか。でも日本人それすらやってないんで、だからそのデモすらやってないのに勝手に多様性が来る社会が来て、その後日本人どうなるかっていう議論には僕は意味がないと思ってます。なるほど、わかりました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。なんまか、たよろしくお願といつましつまとかす。してるとき。よろしくお願いします。失礼します。失礼します。方どうぞ。次の方どうぞ。いらっしゃる、どうぞ。面白かったね。アイテムありがとう、皆さん。無料アイテムよろしくお願いします。ありがとね、応援。どんなことでも構いませんよ、話題は。僕でよければ。次ですね。
もしもーし。あ、もしもし、聞こえますか？あ、聞こえます。お待たせしました。よろしくお願いします。じめまして。はじめまして、和道です。はい、マサヤです。ですね、生活保護についてなんですけども、うち受けてるんですけど、今、世帯で受けていると。世帯で、で、父親と僕の男2人なんですよ。なるほど、父親の厚生年金が60歳で受け取ったので、65歳になった時に、その60歳で受け取った方は後ろ盾があったんですよね。で、老齢基礎年金とその後ろの保証みたいな感じで、年金課の人に聞かれたんですけども、で、その65になった途端に、老齢基礎年金だけになってしまったんですよ。法令基礎年金っていうのを受け取ってらっしゃるんですね、今。お父さん、で、僕は僕で障害年金っていうのを受け取ってるんです。こっちは何精級で神すか？障障害。害年金の等級は。僕、2級ですか？2級の国民年金ですね。2級の国民年金。障害者年金ですよね、要は2障害級者年の。金、2級の。それで、お父さんの方は年金が繰り上がるんですよ、65になった手続きすると。ほう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 。老齢基礎年金か老齢年金に切り替わる手続きを年金事務所にしてくれって言われたんですよね。で、父親は昔、くも膜下出血で一回倒れてたことあるので、で、頭にクリップと管が入ってるんですよ、ほう。体に。で、今、足腰も弱くなってきて、で、とても手続きいけるような体じゃないんですよね。なるほど、転んだりしたり。なるほど。で、保護課からは、年金上がるのであれば、上げてくれっていう質問を結構しつこく迫られてる状もち況ろんですで、ね。それそうだと思います。で、手続きしたの山々なんですけど、本人がもう歩くのやっととか、立ち上がったりするときに尻もちついたりとか、そういう状態なので、僕が代わりに行くってな、言ってもいいんですかねって聞いたんですけど、お父さんの年金番号と、あと、あれですね、年金手帳持って、今、生活保護、僕ち2人で、今、遠い加算入ってるので、6万7000ぐらいですかね、1ヶ月の収入が。4月から灯油加算切れるので5万5000ぐらいで、で、お父さん60歳の時に年金受け取った時に、保護課の方に申請するの忘れちゃったんですよね。手続きしてまとめてガンって入ってきたのを、その頃に担当の方が急に変わって新卒の方になったので、対応がちょっとあんまり良くなかったんですよ。で、年金を不正に受給したっていう形で取られてしまって、今返還金返してるんですけども、不正受給には該当しないです。返還命令に応じてるのであれば、それでいいはずですよ。だから不正受給ではないですね。ただ、返還申請しなかったのはしなかったのでミスですね。返還申請まあ、をまあ、要は分割で今払ってるんですよね。払ってますね。じゃあ問題ないと思いますね。ただ、生活保護費があと1ヶ月5万5千円なので、2人、この間も手渡し2役人で所5に来万たん5で千円っていうことはないと思うんですよ。お住まいのエリアどの辺ですか？す。大体でいいです。宮城県の駅の近くです。宮城県の駅の近く。それだと、3万いくら？ 3 万7200円かなが家賃代。あ、じゃあ2人で暮らしてるから、5万ぐらい家賃が出て、
で、1人につき7万ぐらい2人に降りるはずなんですよ。だから、15万と5万で20、トータル20万ぐらい。で、さらはい。に、障害者年金が1万5千、プラスされるのと、あとは年金分がプラスされるの等で、21万か2万入るはずなんですけど、なんで5万しか振り込まれないんですか？僕の年金とお父さんの年金、トータルするとその値段なんですよ。ああ、なるほど、5万ぐらいってこと。はで、い。いや、じ手ゃあ、元に残るの、返還をして、3万ぐらい返す、しますよね、多分。で、生活保護プラス2、3万もらえてるはずなんですけど、合ってます？計算してるんですけど、はい。二人世帯でこれぐらいっていうのなんか検索して出てくるみたいって言われたので、はい。で、生活保護費だけで考えると、年金分外して、渡される支給額っていうのは5万5、6千なんで、家賃がうち4万4千なので、え、9万で2人世帯で生活保護費9万しか払われてないってことですか？で、そういうことですかね。いや、そんなことはないはずですよ。むしろ逆で、年金分とか障害者年金分を返還するのが通常の手続きなはずなんですけど。僕の障害年金はお母さんが健在してるときに担当者に報告したんで、僕のは、返還することないんだよ。でもお父さんの分の厚生年金だいけや、返還してる。違うんですよ。誤解を受けてると思うんですけど、生活保護っていうのはそのまんまもらえるはずなんですよ。20万ぐらいが。で、その後、年金が振り込まれたら、申告用紙を提出して、返還を毎月手続きするはずなんですよ。それが通常の手続きなんですね。だから、生活保護は9万円、2人世帯なのに生活保護は9万円しかもらえないっていうところが、僕はちょっとよくわかんないんですけど。はい。なんだろう。そうですね。今、手渡して、役所でもらってるんですけど、1ヶ月5日の日に役所行って、封筒に入ってるはい。金額が、で、やっぱちょり、っとおかしいですね。先月がね、6万7千円だったんですよ。2人分でですか？2人分で、6万7千円？え、家賃込みでですか？人口で、おかしいですね。で、それは6万7千っていうのは、灯油加算がついてるので、その金額なんすか？6万、そんな金額なんですよ。まあ普通に考えてありえないっすね。ありえないですか？ありえないっすね。僕もちょっと疑問に思ってるそこなんですよ。まあありこえないのっすね。金額で、はい。1ヶ月やっていけないです。いけないんですよ。はい。どう、何、え、た、ちょっと年待ってく金、ださい。年金の部分と障害者年金はそのまま受け取ってます？障害者年金、僕の口座に障害者年金が入って、それ2ヶ月分で、2ヶ月に1回振り込まれるんでしたっけ、障害者年金って。2ヶ月に1回です。2ヶ月2に1ヶ回で月すよに、ね。で、2級だと14万ぐらい入るんでしたっけ。今12万ですね、もう。12万。ああ、そっか。1ヶ月に6万ぐらいですよね。その部分っていうのは、そのままもらってますか。6、返いや、還そしてまのまま、す。僕の障害年金は返還してないです。ということは、多分差し引かれてるんだと思います。だから、本来だと、僕、ざっくりしか計算できないんですけど、まあ、家賃が4万いくら、4万、7千円ぐらいかな、2人だと。で、プラス、1人7万5千円か8万もらえるわけなんですよ。で、お父様と暮らしてるっていうことで、まあ、約15万。で、まあ、20万ぐらいは手元で本来生活保護をもらうんですよ。で、その後、2ヶ月に1回12万もらえますよね。マサヤさんは。マサヤさんですよね。マサヤさんもそうらですえますね。よね。で、そうすると、2ヶ月で12万もらううちの3万しか手元に残しちゃいけないんですよ。つまり9万円を返還するんですよ、本来は。と、お父様の年金分を返還するんですね。だから、トータル、家に残るお金が23万前後になるはずなんですよ。わかります？で、マサヤさんの場合、月6万プラスと、
9万もらってるって言ったじゃないですか。これで15万ですよね。で、お父さんの年金分6万だから計算合うんですよね。どうすか？で、お父、あ、でも生活保護の、世帯主はお父さんになってるので、で、お父さんはお父さんで、お父さんの、あ、でも、僕の、障害年、僕で障害年金返還してないので、お父さんの、あ、生活保護を受け取りに行った時に返還してるんですよ。5000円、毎月。それは多分今まで未納だった分を返還してるんですけど、これね、そうどういうなこんとです。かっていうと、役所が、要は、毎月返還するの手続きがめんどくさいだろうからって言って、自動で勝手に引いてるんです。だ通常の手続きではないんですけど、多分お父さんが役所に行けないからっていうことで、そう渡ですす分かを減らら。すっていう対応してるんだと思います。だから、生活保護の生活ぐらいにはなってるはずですよ、多分。わかります？大体23万ぐらい毎月、全部、生活保護と年金含めた23万ぐらいになりません？僕言った金額に。なりますね。だいたいうん。18、そんなもん。ですよね。だから、別に役所がおかしい対応はしてないんじゃないかなっていうのが僕の判断ですかね。要は手続き上、その返還、毎月通常と返しに行くのが面倒だからっていうことで、多分役所の方が自動化してるんだと思います。年金と紐付けて、通帳の中身見て減らして渡してるんだと思います。通帳の中身、あ、そうですね。なんか、一回言いましたね。お父さんの通帳持ってきてくださいって。ですよね。で、雅也さんの通帳も、年金受け取ってる通帳も開示してくれって言われて、もう開示の手続きしてるはずなんですよ。僕のはなんか、言われなかったですね。僕の。僕のはなんか、年金の通知来ますよね。4月になると、こあ、う、変ちょっわとるんで、僕もこう、らったき、ことないんでわかんないんですけど、あ、はい。あ、変わるんですよ、コロコロ金額が。金額変わりますね。はい。で、それを、渡して、で、なる年ほど、間なるこほど。れですっていう感じで渡してます。だから減らして渡されてるんですよ。あ、減らし渡されてるんそうです。ですね。あ減らして渡されてるっていうと印象悪いかもしれないんで、適正な価あ。格が渡されてると判断します。要は2人で住んでて、はい。はい。収入源全部聞いて23万ぐらい残るだろうなっていう計算式と合ってはい。ますよね。で、手続きのやり方がちょっと違うだけで。手続き、はい。生活保護ってそういうもんですよ。だいたい2人ではい。23万ぐらいですよ。そうですね。男2人なんでね、結構。やりくりが大変なんですまあ、よ。生活保護なんでしょうがないっすよ。あと、お父さん65になったので、介護保険料引かれてるんですよ。まあ、そうっすね。5000円ぐらいって言ってましたもんね、年金として。それ引いて、お父さんの年金、今2ヶ月で7万8000だったかな。2ヶ月で1ヶ月に大体3万8000ぐらいですまあでも生か。活保護ってそういう制度ですよ。国が保障するのは最低限度の生活だけです。そうですね、はい。どうもありがとうございまました。すいたま何せかん。わかんないことがあったら、あ、はい、とつかけてきてください。はい。あ、はい、待機します。失礼します。よいしょ。2人の生活で23万ね、ウリさん。で、お父様の年金分と、まさやさん自身が障害者年金2級なんで、まあ妥当だと思うよ。男2人で生活してて、国民年金を払い続けて、で、返ってくるお金、プラスね。だから、年金、国民年金、生活保護の3つで、トータル2人の生活で23万だよ。それが多いか少ないかっていうのは、まあ、ウリさんの考え方。それが妥当なのか。俺は妥当な金額だと思うけどね。宮城県の駅前に住んでて、男2人で生活してて、障害を抱えててっていう。年金、お父様は年金もらってて、23万。まあ、最低限度の生活だな。花火ありがとう。アイテムありがとね。
一つ上がりたい人いたらかけてきてください。まあだから十分生活できるよね。俺が言ったことと一緒ね。生活要は妥当ですよっていう。あ、もしもし。はい、どうもどうも。あ、おはようございます、和藤さん。お疲れ様です。はい。ですね、あれから昨日で震災7年を迎えまして、そうだね、徐々に復興してまいりました。で、自分も、浜育ちなもので、はいはいはい、福島県の浜通りの、一番南部なんですけども、いわき市。ああ、いわき、はい。はい。災害大変だったエリアだね、いわき市は。いわきは本当にもう津波でね、もうすごい瓦礫の山になってしまって、もう無残なね姿になって、もう自分ももうなんて言っていいか、もう涙ボロボロでしたね。その時はですね、どう7年経って良くなりました？いやー、まだまだですね。防波堤もやっぱりね、もう流されちゃって、今ね、全国の方々から支援物資いただいてもらったりしてね、そうですね、まあ徐々にこう仮設のこうお店とかもできてきて、だんだん復興は進んできたんですけども、やっぱり、1メートル地盤沈下したんですよ。おお。はい。おお。で、今、かさ上げで、まあ、大体、そうですね、平成31年ぐらい、あと2年ぐらいかかるかなっていうところでして、今度のね、また大きい地震来て、津波が、こっちでは大体15メートルぐらいあったんですけども、それに向かえて、そって前の、なんですか、沖の方に、6メートルから7メートルぐらいの、壁を作ろうという建設が今始まってまして、プロジェクトがですね、その津波対策のですね。なるほど。フィリピン海プレートとその太平洋プレートがこうぶつかった地震っていうのね、まあ、福さんが震源10キロっていうことで、報道されましたけども、あの時は皆さんすごいね、揺れで大変でしたもんね。東京も揺れて、もうね、帰宅困難した方々も結構いらっしゃると思うんですけどね、本当に。だから、私地元いわき市、じゃなくて、こう、私、生まれも育ちも、浜通り、福島県って、こう、会津地方、中通り地方、浜通り地方って、こう、三つに分かれてるんですよね、エリアが。で、浜通り地方の自分は、相馬の方なんですけども、北部で、宮城県に近い。で、そこはもう、津波がね、27メートル、第一波が。もう自分が、そのね、3.11 の後の1ヶ月後、こう、名古屋の方にちょっと知人がいまして、避難してたんですけども、福島市だったんですね、元は。自分、実家がね。避難してたんですけど、4月1日にその、うちの父親の、本家が宮城県の仙台空港の近くにあって、見たらもう瓦礫の山で、家が至るところ流されてしまって、もう無残な姿になってて、船もね、もう打ち上げられてて、セスナ機ももう打ち上げられてて、もう、ね、積み重なる状態でもう悲惨でしたね。ぜひね、もうね、まだ2万3000人近くのね、方々がね、まだ行方不明ということで、亡くなっていらっしゃるっていうね、まだ遺体が見つかってないっていうことで、
ね、昨日の2時、14時46分に、ね、ご冥福と、ね、合唱して、しましたんですけども、自分は、本家の方で、二人ね、そのおじさんの息子さんとおばさん亡くしてるんで、津波のその被災に遭われた方々ですね、ご冥福とお祈りをいたしますということで、復興に頑張っていきたいと思います。まあね、いわきもね、だんだんとね、こう、みんながね、入ってくる形になってきたんで、アクアマリン福島もね、だいぶ人が、増えてきて、自分アクアマリン福島の近くなんですよ。水族館があって、で、ララミューっていう、みんなでね、こうバーベキューやって、ホタテとか、いろいろ取れたてのホタテとか、ね、海産物食べられるので。あと、今年のね、8月に、東北最大級のイオンモールがですね、大野浜にできるので、ぜひね。楽しみだね。そうですね。人が生き返っていくというかね。それで、今度泉っていうところにですね、今度ラウンド1がこうできてね、街もこう、どんどん活性化してってるので。いいね。で、あとですね、いわき市のこう、現状っていうのがですね、富岡と、ここ、被災地のこう、現状っていうのは、いわき市で、双葉町、大熊町、富岡町、奈良浜町っていう人たちがこう、なんていうんですかね、その帰宅困難区域っていうところで入れないんですよ、今。で、それで、東京とか千葉とかにこう、バーってこう、引っ越して、それで、資金免税とか得、プラス、例えば都内に住んでる人だと、区内税ってこう、本当にごめん、ね、払う。孫悟空ね、本当に悪いんだけど、一回トイレ行ってきてもいい？本当にごめん、話の大事な話してるときに。はい。ちょっとトイレ行ってきてもいい？いいですよ。どうぞ。ごめんね、本当に。大事な話してるのに、はい。ちょっと面白かったら、はい、みんなに説明してて。はい。ですね、皆さんね、それでね、奈良派とか、富岡町、あと双葉町、浪江町、とかは、の人たちは、もう、自分の、例えばね、いわきに家を建てる。としたら、国、東電に20万ずつ、こう、支給されてるわけなんです。7年経ってもね。仮設住宅に住んでても。でも仮設住宅から今度はマンションに移り住んで、その人たちが。で、一人40万もらえるんですよ。子供もひっくるめてね。例えば6人いたら、主力240万ですよ。一月。で、パチンコとか、キャバクラとか、ギャンブルで遊ぶ人がかなり多い。で、うちを建てる人は、いわき市の、資金免税が高いからっつって、町民税で、住んでる方々が多いという現状なんですよね。これがいわき市なんです。いわき市であったりしても、福島市、郡山市、会津若松市で、家を建てるのに資金免税が高いから、富岡町とか、ね、奈良派とか、浪江とか、そういう人たちは、町民税で家を建ててる人が多いんですよ。なんでだと。なんで国から20万もらって、東電から20万もらって、一人。子供も20万もらってって。これね、今ね、帰ってきたんだけど、要は、被災された方がお金をもらいすぎてるっていうのが問題の指摘をしたいっていうことかな？そうです。なるほど。ね、
難しいね、難しいね。成田もさ、成田空港を作るときにすごい国からお金もらってるんだよ。はい。それで似たような問題とかあったの、空港とか、すごい、俺が小さい頃とか。で、いろんな問題あると思うんだよ。はい、どうするべきだと思ってんの、孫悟空は。そうですね、自分的には、その、最初ね、3.11 の時に、その震災の時にね、奈良派と富岡と双葉が、その、四つ倉と久野浜の人たちが、500万こう支給されたんですよ、東電から。で、いわき市の人は100万。福島の人は1万。500万って最初支給されたら、和道さんって何に使いますか？例えば、例えばなんだけどごめんね。俺はまず、成田で被災をしたんだ。はい、で、そんなにひどくはなかったの、被災は。生まれて初めて、はい、でもさ、今考えるとさ、それは福島の人たちよりも、被災は、レベルは低いかもしれないけど、まあ、震度6ですよ。震度6、7とかのレベルで被災してるわけ。はい、で、家とか、まあ、なんとかなったんだよ、1週間とか1ヶ月とかで。だから、家を失ったとか、家族を、同級生を亡くなった悲しみっていうのは、俺は理解できないよ。その、やっぱり知り合い誰も死ななかったし、家を失わなかったし、町を失わなかったから、俺は、その500万っていうのが妥当なのかどうかわからない。逆にね、その、なんつうの、わからない部分を知ったかぶることはできないから、俺らはなんとかなった、正直。どう思うの？多すぎると思うの？いや、多すぎるっていうより、それ、その500万で何をしたかっていうと、パチンコだろうね、多分ね。みんな。要は、人間ってさ、まあ、パチンコ屋さんがどうとか知らないけど、人間で弱いからやっぱりお金をもらってたらやることって言ったら働かないでパチンコになっちゃうと思うよ。そうなんです。多分そうなってるでしょ、現状。そうです。仮設住宅で家賃払わなくてって。でもね、それが、その、多いのか少ないのかっていうよりも、それも含めて俺は被災だっていうふうに思ってるのよ。はい。そういう現状を作ってしまったのも含めて被災なんだよ、多分、そう。これは難しいね。とってもいい問題定義をしてると思うんだけど、だってその人たちが失ったものっていうのは、俺らは補填できないわけじゃん。故郷を戻してくれって言ってもさ、戻してあげることはできないわけじゃん。でもその人たちが頑張って働こうって立ち上がるのも、また復興だと思うのよ。心の復興っていうかさ。ちょっと考えていかないといけないよね。でも、お金ってそういう魔力があると思うよ。でも、どうなんだろうね。でも7年経っても、国はね、去年の3月31日に20万は打ち切るって言っときながらまた20万出してますからね、東電も。一人につき。もっとね、ロングスパンで言うべきだと思うの。要はこれは一生続かないんだよってなんないと利権になるから。だから、その3年後とか2年後っていうふうに決めてアナウンスして、その2年間あったら就職もできるわけよ、動こうと思ったら。もしくはその、どっかに引っ越すとかさ、そろそろ区切りはつけないといけないかもね。例えばその、まあ7年経ったけど、あと3年とか。そう。でもね、俺もアスペルガーさんと一緒で、気持ちはわかるけど、俺らはそこを叩く資格がないよ、やっぱり。やっぱり東京に住んでるさ、その、原発っていうのを福島の人たちに依存をしてきたわけでしょ？まあ、福島だけじゃなくて日本各地にあるけど、東京には原発ないわけだから。だから、その人たちを悪く言う気にはなれんな、関東に住んでる人間としては。だって、失った家族とかを俺らは返してあげることはできないし、もちろん俺らのせいで津波が起こったわけではないけれども、頑張ろうっていうかね、早くそう心の絆をしてもらって、その、なんつうんだろう、復活してもらいたいっていう思いしかないよ、俺らは。なんか、よりよくね、
でもその孫悟空さんがそういうのに問題意識持ってるっていうのはすごく大事なことだと思ってるよ。そうそう、一緒に頑張ろうっていう、俺らも頑張るし、その心の傷癒えたら一緒に頑張ろうっていう気持ちはあるけどね、同じ日本人だから。だから前に前にどんどん進んでいこうっていうのがね、その東北人のそのやっぱりみんなのね、気持ちなんですよね。自分も東北南部の人間としてやっぱり、やっぱりこうね、やっぱり前に進んでいかないとどうしようもないと。だから結局その人たちはその人たちで、もうね、40万もらってるんだったら40万もらってて、特にあれでしょ、そっちの40万ってこっちの貨幣価値の40万全然違うもんね、一人につき。だって夫婦だったら80万、ね、3人だったら120万だもんね。そういうことでしょ。それは人生狂うよね。だって、もう要は変な話だけど、すごく豊かな生活になるわけじゃん。多分地方だと一生懸命働いて15万とかでしょ、一人。15万いかないかもしれないよね。15万いかないです。それがね、世帯収入が100万超えちゃうわけだから、やっぱり人生変わっちゃうよね。で、それで、例えばね、和道さんね、東電と国から20万、20万ずつ、例えばもらってるじゃないですか。ちょっと、で、それで父親とか母親が働きし始めたら、打ち切りなんですよ、お金。だったら働かないよな。そうだよね。だったら働かないでっていう、パチンコ屋通ってる方が生活が豊かなんだもんね。パチンコ屋通ってたり、あとは風俗行ったりとかね。極端な話、朝から酒飲んで、ぼーっとしててテレビ見てたりとか。そういう人が多いですね、ほとんど。あとは、交通事故がそれで、なんだろう、朝から酒飲んでて、追突されたとか、当て逃げですね。結構こっち多いんですよ。なるほど。もう、でも、問題意識持ってて偉いね、孫悟空さんは。いやいや、とんでもないですよ。自分はね、2年半前のね、交通事故で当て逃げされたんでね。脊髄損傷なんですよ、自分、本当に。あ、そうなんだ。悔しいよね。悔しいですね、本当にもう。まあ、それで、めげずにね、前に進んでいかないと、どうしようもならないんで。まあ、あれだよ。周りがどうじゃなくて、俺らが頑張ればいいんだよ。気づいた人間は気づいてるから、周りを変えようじゃなくて、俺たちがどうしていくかで考えればいいんだ。そうですね。まあ自分たちでね。でもあれだよ、そういう風に頑張ってる人間とか動いてる人間を悪く言わないよ、誰も。だからさ、文句を言ってさ、そうやってパチンコとかの利権の問題を叩くんじゃなくて、なんつうんだろうな、働いてる人間で、あ、俺らも頑張ろうって思わせる力があると思うよ、本当に頑張っててキラキラした生活を送ってたら。だから気づかせようよ、俺らが勝手にやって楽しいこと。多分そのパチンコ行ったりしてる人も虚しくて辛いと思うよ。そうですね、本当ね。やりたいこと、もう一生なんて限られてるんだから、毎日パチンコ打ったって楽しいわけないじゃん。だから本人たちも苦しんでんだよ、多分。だからなんかこう、かっこいいことやってれば変わるよ。変わんない人は変わんないし、変わるやつは変わるし。人生やっぱりね、何ですかね、ネタとかそういう台本で決められた人生じゃないから、自分の人生は自分でね、歩んでいくのがね、一番ね、いいことやるしかないんだよ、俺らは。所詮ね、地球の周りを這いずり回ってるさ、小さな生き物だけど、頑張るしかないんだよ。地球には勝てねえんだから。そうですね。だから自分も、ありがとうね。なんか、いい問題提起してくれて。はい、いえいえ、とんでもないです。じゃあまたコラボ一つまでしてるときね、またなんかあったら上がってきてね。
はーい、よろしくお願いします。うん、ありがとう。はい、はい、失礼します。はい。でサックスのですね。よろしくお願いします。ショックが強いんだ。ありがとう、アイテムありがとう。アイテムありがとう。もし、トツ上がりたい人いたら、トツ、全然どんな問題でも構わないので、よろしくお願いします。有料アイテムもお願いします。有料アイテムもお願いします。ぜひ僕の生活助けてください。肉まんありがとう。無料アイテムも有料アイテムも両方とも大歓迎です。初見さん、夜中のカオスの枠からありがとう。もしよかったらたくさんフォローしてね。ありがとうね、みんなフォローよろしくお願いします。通知はね、僕の放送ピコンピコンうるさいんで通知は切っていいですよ。通知はいらないです。フォローだけ頼みます。皆さんの力貸してください。フォロワーは配信者の強さそのものなんで。もし、僕になんか一言言いたいこととか聞いてほしいこととか質問とかある人は突然上がってきてください。よろしくお願いします。フォローありがとう。おはよう、アミ。風船ありがとう。肉まんありがとう。一つ終わったかな。ふわっちの放送画面、小画面の更新ボタン欲しい。あー、それ前回もあったね。更新ボタンあるといいよね。はい、出かけんの？いってらっしゃい。気をつけてね。寒いな今日。ありがとう、アイテムありがとう。
おはよう。もう凸はないかな。じゃあ一旦切ろうか。延長これで終わりにしよう。通常枠にしようか。ありがとう、アイテム。大丈夫ですか？もうトツかけたい人いない？一旦終わりにしちゃうよ。もう大丈夫？通常枠でいい？ブヒマルさんいらっしゃい。あ、来てるわ。ちょっと待って、炎上します。もしもーし。もーし。もしもーし。もしもし。どうも。どうも。どうしました？いや、スムーズまで配信なさってるんですね。はい。これもうそろそろ寝ようかなと思って。うん、ああそうなんですね。ゆっくり休んでください。うん、まだこれからシャワーを浴びて、はい、うん、あとね、あともう配信見るしかないから。うん、なるほど。だから、うん、わかりました。うん、はい。ああ、俺、北海道札幌市なんですよ。はいはい。うん。札幌市はね、ようやっと雪解けが進んで、はい、暖かくなってきましたね。うん。うん。だいぶ雪が溶けてきて、うん。うん、そちらの方はどうですか？暖かいですか？やっぱり、気候的には。そうですね。春になってきましたね。暖かいですよ。ああ、そうなんだ。うん。まだ、今が3月の12日だっけ？忘れてたけど。うん。はい。まだ、もう、どうだろうな。4月にならないと。はい。あ、でもね、ストーブはね、多分5月までは、ストーブ火入ってると思う。うん。じゃあ、残り40秒で終わっちゃうんで、ありがとうございました、のぼるさん。
あ、いやいやいや、はい、通常枠にするんで。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。リスナーさんもありはい。がとうございました。お疲れ様です。ちょっと待って、アイラがかかってきたな。なんだろう。アイラ？なんだろう、このタイミングで。もしもし。終わんのかーい！何？終わんのかい！いや、アイラからかかってきたから延長したよ。さっきのやつなの？何？さっきのやつなんなんだよ。さっきのやつ何なんだよ。意味がわかんねえわ。さっきの上がってきたやつなんなんだよ。何を言ってんの？さっきのコラボ上がってたやつは何なんだよ。誰の話？和道の何なんだよ。は？何疲れてんだよ。ハゲてんじゃねえよ。いや、ハゲてるでしょ。ちょっとハゲてんじゃねえかよ。なんでちょっとハゲてんだよ。いや、知らねえわ。なんでちょっとハゲ、いや、それ前に髪下ろした方がいいよ。いやいや、別にいいだろ、オールバックでも。お前シルバーアクセどうすんだよ。いや、シルバーやってるよ。くたれだ、よ。え？シルバーアクセくれよ。いや、あげないよ。値段変えた、俺。くブれランだディングっよ。ていうか、マーケティング変えたんだよ、やり方。やる気ねえだろ。いや、やる気あるよ、全然。1個100万で売るから。1個100万。誰買うの？いや、誰知ら買ない。うの？いや、買いたいやつが買うんだよ。誰買うの？誰買うんだいや、買いたいやつが買うんだよ。よ。100万。買いたいやついねえだろ。もう作ってねえからだろ。いや、作ってる。あれ、っていうかさ、アイラもシルバー始じゃめんっる。て言ちょ、うの。聞けよ、話、お前。アイラさ、シルバー、なんだよ、かぶせんなよ。何？聞く。え、何？アイラもシルバーやるんでしょ？やらねえよ。なんだよ、俺やるって。なんかツイッターに書いてなかった、シルバーやるって。どうなんだよ。あ、冗談か。なんだ。シルバー飽きたんだろ。いや、起きてないよ。え？何？本当にやるの？本当にやるっ寄って、だって。てないじゃん、最近全然。いやいや、昨日も打ち合わせ8時間ぐらいスタジオでやってるけど。ああ、そうなの、それ放送に流して。いや、流してないけど。もうやりたくないって言ったじゃん。100いや、万？100万。誰買うの？予定は一人でも入ってるじゃん。いや、別にいいじゃん。買いたい。違うんだよ。思ったんだけど、3万を80個売るのと、100万で1個売るのって変わんねえんだよ。うん、それは変わりはしない。そう。で、100万で売った方がかっけえじゃん。ってことは、太客が一人いて、数多く細い客がいるわけじゃないってことだね。そのあ買れ、うや買うつとは思うよ、大誰体か。ターゲット絞られてるってこといや、買うと思うよ、誰かしら。だ。誰よ。いや、誰か。100万だぞ。いや、買うでしょ。ローストビーフぐらいあるよ。何、ローストビーフって。いや、100万円って多分、厚さが。いやいや、厚みは別に普通の、俺が作りたいもん作るよ。だから別に、なんでその格好つけてんの？ちょっとハゲてるよ。ハゲてんのはハゲてるけいど。や、何なの？いや、多分100万になったの？お前20万って言ったんだよ、この前。100万？ 100万にした。だってさ、それはさ、じゃあ何か、あのアクセサリーに何かしら加わったの？加ちょっわっとずつた、なんか。加わったとかじゃなくて、要は3万円って利益出ないのよ。正直。で、あの利益まま、で、え？原価は？あのね、原価の話したらグラム6円だわ。おい、本当にふざけんなよ、それ。いや、ふざけんなよって。だって銀の原価なんて誰でも調べりゃ出てくるでしょ。いや、わかるけど、それお前、どんどん上がって3万から100万円になったの？なんで誰100が万で買売っうた、ね？100万で売っだたからら、ダメな買の？わないの分かってて、作るのもう飽きたんだろ、だから。だから作ってるっつうのめんどくせえな。だから、なめんんだよ。どくせえのがおかしいじゃん。シせいルぜい、バおめえーのトークがめんどくせえ。作ってんだっ俺て、はそんな作こっと言てわるっなかっつったてんのろ？に、いや、なあ。違う、分かった。ワドさ、シルバーアクセル夢中な時のワドは、
この話言っても夢中になって話してきたんだよ。いや、そうでもないけど、めんどくさいけど、何が言いたいの？今になってからだよ、いきなり。もう飽きたらお前、全部投げ捨てる。いや、違う。お前が勝手に飽きたって決めてるだけでしょ？それがめんどくさいっつうの。いや、でも和道さん、普通に考えるよ。普通に考えてよ。ステッカー、俺のステッカーは100万円なんだよね、って言ったら、もう前、2000円だったものが100万円とか、まあこれはちょっと大きいけど、10万円とか、おかしいだろって枠取るだろ。アイラのいや取らないけど10万円って生きがるのよって枠取るだろ。いや取らねえけど俺そういう便乗配信やんねえから。便乗配信やらないは嘘だろ。今のだってじゃあ画面見えてるんでしょアイラ。今これが打ち合わせたんだけど、新しい機材でこうやって新しいのとか作ってんだよ。これリューターの先端なんだけど、こういう動きとかしないわけじゃん。いや、工具ね。そう。こういう。あれ？